悔し涙、絶対今後につながっていくと思いますんで。目指せ年収2000万モテ企業塾。はい、本日は令和の虎感想会をやっていきたいと思います。今回は高級ホテルのライバルとなるフォトスタジオで家族の絆を紡ぎたいというテーマで志願された264人目の志願者、まさきさんの回です。では早速始めていきましょう。今回は虎の並びが1枠から前徳社長、高沢社長、高橋社長、三浦会長、茂木という並びでした。と前徳社長は初めてご一緒させていただきました。と志願額は500万円で、高橋社長から100万円、私から100万円ということで、計200万円まで積み上がりましたが、残念ながらナッシングという回でございました。志願内容なんですけれども、家族の絆を紡ぐということをテーマに事業展開したいということで、その舞台として七五三を中心としたフォトスタジオというのを設定されていました。まあ過去のね、自分の経験から追加費用なしでサービスを提供したいということで、15万という、まあ、高額のね、価格設定のフォトスタジオになります。ここにですね、強みである、まあ自らがね、もともとビジネスとしてやられているビデオレターですね、このサービスをまあ入れ込んでいきたいということでした。それとその15万円の担保として、高級ホテルのリッツカールトンをベンチマークしていきたいというような事業プランでした。でご覧になっていただいて分かったと思いますが、まあプレゼンとしてはね、なかなかこう厳しい展開がずっと最後まで続いたということで、まあ一言で言えばちょっと失敗っぽかったのかなという感じはいたします。でまあその原因はね、一言で言えば岩井主催がおっしゃってた、まあ、空回りというところに尽きるんではないかなと、まあ言い換えれば考えが浅い部分が多かったのかなという気はしてます。でその辺、まあ、具体的にどんなところがねポイントだったのかというところをちょっと解説していきたいと思います。ポイントとしては、まあ、大きく3つぐらいあったかなと思ってて、まずはその一番ポイントになってた15万っていう価格設定ですよね。ね、この高価格の価値が結局最後まで見えなかったなというところはありますね。はい、まああのね、まさきさんがね、その過去の苦い経験というのがあって、まあフォトスタジオにね、写真みんなで撮りに行って、途中まではいい雰囲気だったんだけど、最後に追加請求どんどんされて、すごく雰囲気が悪くなってしまったというエピソードがありましたけど、まああのその経験から、その追加費用なしでね撮れるというサービスを考えたというところまではわかるんですが、それがなぜその15万ものね高価格である必要があるのかと、ターゲット狭めすぎじゃないですかというところはありましたね。はい、15万まで価格上げなくても、まあ、三浦会長も言ってましたけど、事前にちゃんと説明するであるとか、ね、いくらでもその後顧客のね納得度を下げずに、ね、満足度も下げずにちゃんと追加費用を取る、でもそれがね結果15万になるかもしれませんけど、それにしても顧客満足度を下げずにちゃんと帰っていただくというやり方っていうのはね、正直工夫すればいくらでもあるんじゃないかなと。リッツカールトンだってね、そもそも高いっていうのもありますけど、そこからどんどんいろんな費用は上がってきますけど、まあチェックアウトの時にね、追加費用も含めてみんな満足して帰っていくわけで、それがリッツカールトンのいいとこだと思いますんで、まあその辺をねまさに学ぶべきだったんじゃないかなと。じゃあ追加費用一切なしにすることでリッツカールトンが1泊50万にしたら止まるのかっていうとね、やっぱりそれはきついと思うんですよね。っていうのとちょっと似てるかなと思っていて、まあ今のは極端な例ですけど、金額の価格設定をなんぼなんでも上げすぎじゃないかっていうところありますね。でそもそも8万でも十分な利益が取れるって途中でおっしゃってたんですよね。はい、っていうところもちょっとんっていうところありましたね。それからまあさらに突っ込んじゃうと、その15万っていう金額を最初から問題なく払えるようなターゲットは、追加費用で15万になっても何も思わんじゃないかなというところもね正直ありますしね。まあいろいろ言いましたけど、結論やっぱ15万っていうところの価値を結局見出せなかったなというところは正直あります。はい、まあなのでさっきも言いましたけど、考えるんだったら価格設定を15万にするってことじゃなくて、どう納得して結果15万を払わせるようなサービスを考えるかというところに知恵を絞るべきだったんじゃないかなというふうな気がしますね。2つ目はそのリッツカールトンのサービスをベンチマークするっていうところですよね。これも具体的にどのあたりを学んでそのサービスとして進化しているかっていうところは結局見えなかったんですよね。一応その辺突っ込んでみたんですけど、こういうことやりますみたいなとこ、あとこういうことをやりませんみたいな、
ことをお話しされてましたけど、まあ結局聞いても、まあ、正直どこのフォトスタジオでもやってることじゃないかなっていう気もしましたし、はい、なんですかね、ちょっとねリッツ・カールトンに学ぶっていうこと自体は僕はすごいいい着眼点だと思いますけど、その後のちょっと勉強の部分というか、実際にどういうとこを学んでどう生かすのかっていうところの詰めがやっぱりちょっとまだ不足してたのかなという気がしましたね。ちょっと最後になりますけど、なぜその正木さんのそもそもやりたいという家族の絆を紡ぐっていうことの最適解がフォトスタジオだと思ったのかっていうところがやっぱりちょっと分かんなかったんですよね。まあ、彼はねそのビデオレターサービスっていうのをビジネスとしてもともとやっていて、まあ、途中でね岩井主催からもちょっとアイデアも出たりしましたけど、結構そのビデオレターっていうこと自体はすごくこうアイデアを絞るとなんか家族の絆を紡ぐことに貢献できそうな気がしてて、これを進化させていけばいいんじゃないかなって気もしたんですよね。わざわざそこにフォトスタジオっていう自分が今までやったことないサービスを無理やりねじ込む必要があったのかなっていうところはすごく疑問だなと思ってて、ここも最後までやっぱりちょっと疑問が拭えないなという部分でしたね。はい、というわけでなんか全体的にやっぱりちょっと納得度が低い感じのプレゼンになってしまったかなという気がします。なのでまあちょっと配信の途中でね僕もお話ししましたけど、そもそもその結婚式用のビデオレターのサービスっていうのをやってたんだけど、なかなかこれがうまく営業できないと。で一方でちょっと横を見てみると子供向けのフォトスタジオっていうのが結構伸びているようだと。じゃあこのフォトスタジオっていうのとビデオレーターを一緒にしたら面白いんじゃないかと。でもそうするとそこそこの金額になっちゃうなと。なので結構調べるとフォトスタジオで結果10万以上使ってるような層っていうのが結構いるぞと。よし分かったと。となると、もう追加費用なしで両方のサービス合わせるということで15万にしてみたらどうだろうと。でも15万か高いな、そうするとなんかブランドがいるな、よしリッツカールトンくっつけようという感じになっちゃったのかなと。はい、まあ、ここまでは分からんでもないんですけど、その思考回路のとこで止まっちゃったのかなという気がしますね。ここをもうものすごい掘り下げてって、いろいろこう練って練っていけば面白いのかもしれないですけど、多分その発想の時点で一瞬止まってしまったと。そのままプレゼンに来てしまったという感じが正直したなと思います。はい、あとは結構意外とでかいなと思ったのが、その途中で企画が変わったみたいなんですよね。最初はビデオレターの企画でしてたんだけど、岩井主催との面談の後にフォトスタジオの企画に変えたということみたいなんですけど、このね提案内容の変更っていうのを岩井さんに事前に伝えてなかったのはね結構失敗かなと思います。これねいつも言ってるんですけど、やっぱり令和の虎って主催をいかに味方に引き込むかってことでオール率が変わってくるというふうに思います。はい、やっぱね岩井主催のね熱い援護があるとどうしてもねその場の雰囲気も含めてオールになりやすいんですよね。なので彼を完全に味方につけるべきだし、そのためにはやはりちゃんとした情報の共有っていうのをしておくべきだったかなと。あれがないことで、まあ、途中までは岩井主催もまあ好きにやりたまえみたいな感じにはなってしまったかなと思うので、すごくもったいなかったなというふうに思います。まあそれでも僕は最後100万出させていただいたんですけれども、彼がすごく一生懸命にピュアにプレゼンしてたその姿勢、まあ、彼の若さも含めてね、あの年齢でチャレンジしようという姿勢にすごく惹かれたなと、応援したくなったなというのが一つ。それからビデオレターっていうサービス自体は考えようとかやりようによっては結構ポテンシャルあるサービスなんじゃないかなというふうに思ったので、そこへの応援の意味も含めて100万を出させていただきました。はい、なので、まあ、岩井主催がね提案したようなねビデオレターをもっともっとブラッシュアップしていくようなサービスっていうのを僕は正木さんは今後考えていくべきなんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、現状ねなかなかうまくいってない部分もあるんだと思いますが、そこから逃げない、なんとか打開策を頭ひねって見つけていくというところがすごく重要なんじゃないかなというふうに思いました。ね、正木さんの悔し涙絶対今後につながっていくと思いますんで、今回の悔しさを忘れずにますます頑張ってほしいなと思います。頑張ってください。では今日はそんな感じにしておきましょう。またねー。